はい、今日は令和元年12月6日金曜日22時34分、まあやってみたかっただけなんですけど、で、MPF チャンネルです。今日はね、オイルの粘度で、燃費の方がどれぐらい変わるかいうのをちょっとね、検証してみたいと思います。で、車両の方は PCX の125を使いまして、まあ、通勤でね、同じ距離を、わかりやすいように同じ距離を同じ状況で使っている車両で、ちょっと、検証してみたいと思います。それじゃあ見てみましょう。ということで、リッターあたり5キロほど差が出ました。まあね、オイルの粘度は、まあ、燃費もですけど、車両のね、使用条件や、まあ、部品のね、構成具合とかによっても、まあ、違ってきたりしますんで、125でもね、1550指定の車両もあったりしますんで、その辺はね、まあ、自分の使っていくうちで、まあ、あった粘度のものをね、探していって、でもいいかなとも思います。ご視聴ありがとうございました。